はい、こんばんは、マチピッチュンです。今日の7レース、9番に行った、ひどかったですね。根段空示がいいタイミングでバチーッと行って、もう1991で決まるレースでしたよね。うん。踏み出しでちぎれて9番置いていかれたいうんやったら話わかるんです。違いましたよね。3コーナー入って、コーナーの途中からどん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 ちぎれていったっていう、 そんなバカなレースないですよねあれ僕今まで40年から競輪見てきましたけどあんなひどいレース初めて見ましたあれ昔のね西宮とか甲子園とかその辺の競輪場でまあ今でもそうやけど奈良とかであんなことなったら暴動起きますようんもうあのー、不調で帰ってくれって言われるレベルですよ次の日レース出してもらえません うん、あのちぎれ方ってあるんですよね。人が見たら八百長かと思うようなレースですよ、あれ。なんか、例えば車体故障があったとかね。そういう風な、まあ、昨日、車体故障実際は、あのー、別のレースではあったみたいですけどね。はい。だけど、まあ、その選手は1着に来たそうです。はい。車輪壊れながら1着に来たっていうね。うん。あのー、まあ、 どこかで接触があってちょっとあれやったんかもしれませんけどもそれならあの踏み出しにはついていけないんでね、うん、踏み出しについていってきちっとこう追走してたのに途中でちぎれていくってそれ A 級と S 級ぐらいの着脚力さで時計がね11秒半ばなんですよ切れるようなね時計じゃないんですよねうんあのー、だからぴったりマークでね切れることはないんで 安全、まあ、で値段も強かったの実際に強かったんですけどあれはちょっともうほんまにあのええー、迷惑でねああいう選手はやっぱりあの上のクラスで戦ったらだめですよ108点から点数持って、まあ、どんな言い訳するのか知らないんですけど、まああのー、怒られてると思いますよどうなってんねんってレースぶち壊しやないかっていうような形で言われますよねもうそんなあの関西の競輪場やったらもうそりゃやじで済まないですよあんなもん。 っていうことをまず前置きしておきます。僕、選手じゃないんでねあの、思ったこと言えます。あの、関西のファンってものすごく厳しいですよ。ということで、今日はね、えー、順位は明日行われる3レースの12レースをターゲットしておりました。なんでかってうと、ね、1 1レースね、もちろん、あの脇本も出てるんですけど、ようあんな厳しいメンバーにしたなっていう11、十一レースになってます。うん。だから、とてもじゃないけど、 これが固いよとかこれがどうやよというのは言いにくいようなメンツのメンバーになってますねでこの12レースに集めました、あのー、地元をねほんで硬いレースにしてますなのもんでこの12レースを予想させていただきます、えー、やっぱりね、あのー、地元の吉田拓也エースですよね今まで関東の選手を引っ張っ張て G1 の優勝者まで出してきたという実績があるんで、あのー、なので、こういう絵を描いてもらえやと思います、あのー、吉田のおかげで得した選手はいっぱいいますからね、それとも一人、今日はね、増木、増木、最近ね、関東の先頭で、あのー、優勝者を出すために一生懸命なってますね、これね、G1 に生きてきますよ。 1> g 1の勝ち上がりの厳しいところでも関東のね、えー、選手は増木をなんとか上に上げようと必死になると思うそれと同じことをしてきたのが吉田ですね、はい、順番が次吉田に回ってきましたで、えー、このメンバーで見て1596つまり増木吉田芦澤ほんで高橋ですね高橋はちょっとね点数99点やから追走も厳しいぐらいのレベルだと思います はい、あのー、まあスタートを前段で捉えたらもう突っ張って逃げるでしょうねまっすはうんでえー、次が根田と昨日頑張った根田と森沢。はいほんで4番のこのヒルタね昨日も頑張りましたねこの選手もねそして桑原え宮、ー、杯、うん、の決勝残りましたよね堤宏8番というね、えー ラインができております中四国ライン中四国ね。中四国ラインですねで、えー、2番はね千葉と、えー、要するに秋田なんで,で全然ライン違いなんですけどこのね何を言いたいかというと正直言うてこれヒルタが抵抗してもマスギの敵にはなれないです うん、ヒルタが先行しても素通りやし、突っ張られてその上叩けるいうこともほぼほぼ難しいです。それぐらいマスギの力がもう違います。1枚も2枚も違います。ヒルタと一緒の2個、名前の素状に挙げられるのも多分嫌なぐらい、あのマスギの方でもはるかに上ですで。マスギはね、ただの引っ張り役じゃなくて決勝行かなかなんですよ。この選手は。うん G3 ぐらいなら常に決勝に残らなか、ゃ自分も残りながら主導権握っていきます、うん、で、えー、と昨日みたいな値段のあんなレースしてもねマスギはその上嫌いにいきますよそれぐらい脚力が違います点数4点しか差はないんやけど全然違いますはいで、えー、もうどう,しどうにもならないのに、ね、スタート取られて突っ張られたらもうこのラインでズドンといってしまうし かま,しまあ、えぇ、ー、火蓋がうまく先頭を切って、で、その後ろ、あの、2番、7番の、値段がいったとしても、バックや、バックからやったら、あるいは一角からやったら、値段が出ちゃうんですけど、今のますぎやったら、その上いけます。値段の、あの、遅めのまくりでやったとしても、その上いくぐらい力があります。 だからもう物が全然違うってことですねはいまあ関西で例えたらもうほんまに阪急電車と新幹線ぐらいの差があると思いますそれぐらいはやっぱマスギが強いですほんでついてる吉田もそこそこやっぱりきちっとマークしてゴール前かわしていくっていうようなことがありえる選手ですほんでねこのほんまならねこの森澤太氏がやっぱりあのー、ここにね2番の 値段に鈴つけたんですねこの子一人にしてしもたらどうえらいことになっちゃうんですよやっぱりここ番組的にはこれ7番がやっぱり競りかけちゃうことになるんですねでもねさすがにやっぱり砦のね地元 G3 で競りかけるような選手はねさすがに競輪道に反してますだからこの12列、ね、選びました、うん、ということでこの車検は簡単です ちちゃくちゃく簡単ですこういうことですねはいもうここをちょっとこうしときましょうかはいもうね5番の吉田の頭真杉の2着もうこれが本線ですほんでもうやっぱあまりにも安いと思うんですよ 車検的にはね。もう。な、飲んで三連単で書いてます。はい。もう見ての通りなんですけども。あの、あえて強いて言いますと。あの。 このえー、ちょっと待ってくださいね吉田真杉そして9 3着が、えー、その後ろマークする芦澤はいほんで、えー、切り替えた森三太そしてえー 3番の、えー、桑原。フィルタからね、あのー、切り替えた。いうようなところあたりで落ち着くんじゃなかろうかと僕は見ています。はい。で、押さえがイもう要するに、えー、吉田がちょっと及ばず。ちょっと及ばずのイチゴ。はい。それから えー、吉田から同県の芦澤の2着、ここまでですね。はい、もしね、ちょっともうちょっと見たいなと思ったら、51から973で、それでもちょっと安いなと思ったら、あのーまあ、4番であるとか、えー、は考えてもいい、まあ、2番、4番ですね、ここに書いてない。 があ,ーある意味穴なんかなというぐらいです。で「名車検は5 5」は57751771折り返しつまりね森澤太が辛抱でけんということで競り込んだ時せやけど鈴つけられてるんでそれもないと思うんですけど展開の綾でねどうしてもそこになった時はやっぱり森沢もやっぱ横強いですからも本んで真剣に真剣にもう。 この、ま、次の後ろで、がっつり至ると思ったら、この7番勝てますからね。うん、横は強いです、うん。根性もあります。だから、深刻にやったら、これ、だからもう、穴はないにしてます。夢でさ、こんな577517。まあ、何かの、なんていうかな。まあ、ちょっと、魔が差したぐらいのレベルで、ちょっと俺我慢できひんで、っていうので、 寝たくじも何も仕事しうもう切り替えてお箱はすりに行ったれってなそんなことになった時だけですよだからまあえて言います穴はないです明日はね主催者から言います朝一番ね今日は吉田君頑張ってくださいというようなことですよ、うん、このメンバー見ただけでわかると思うんですけどもうこのレースの吉田を決勝に生かすために本戦のラインを残すために1 1 1に だから穴行く人は1 1一行ってくださいこれも僕あ僕全然語りませんもうあんなんね予想するもんちゃいますわで脇本強いけどあの万が一いうことはある選手なんでねです。今回スポークもなんか破損して、えー、競輪場のスポーク借りるそうですしあのー、まあ雨という走路で滑るいうことも全然ありえるんでねあの今日も車体故障しながら一着に来てるんで脇本は。 強強いいことは強いですだからまあでも100人230レースの展開の綾で8番手回されていけへんかったいうことがないとも言えへんのでねだからあえてしてこの12レース勝負レースにしましたこういうレースがもう勝負レースなんですねはいということで今日の説明は終わりじめに冒頭にね昨日のあの1 9 9ゃんあんなひどいのもう僕あれでも決まったと思ったレースでしたからね それがちょっと長なりましたけど、明日はスカッと地元で決めてくれると思います。以上です。